さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は5月2日の月曜日に告示された自由契約リストについて見ていきたいと思います。動向については動画を作成している段階で分かっている範囲で載せています。私自身が把握できていないだけで発表されているものもあるかもしれませんが、そのあたりはご了承ください。ということで5月2日に公示された選手を見ていきます。トヨタ自動車からは3名が公示され、河合舞選手、永田萌選手、川村美幸選手。富士通からは3名が公示され、星田美穂選手、内野千佳選手、篠崎美穂選手。エニオスからは1名が公示され、梅沢カディシャ・ジュナ選手。シャンソンからは1名が公示され、坂田幸那選手。以上の8名が5月2日に公示された選手です。そして今回は自由契約リストから抹消された選手がいます。抹消ということは移籍か残留が決定したことを意味しますが、その選手は高原春樹選手。東京羽田への移籍が決定しました。ということで現時点で移籍が成立したのは1名です。ひいきのチームのファンにとっては衝撃的な情報となっているかもしれませんが、そんな中、自由契約リストの公示が始まってから初めての移籍の情報が出てきました。例年なら5月の初めに一気に移籍が発表されることが多いダブルリーグですが、今年は新型コロナの影響で日程がずれた関係で少し動きも遅くなっているようです。ただ、自由契約リストの公示も次回が最後ということで、これから移籍などの情報が出てくることになります。衝撃的な情報も出てくるかもしれませんが、ファンとしては心の準備をして待ちたいと思います。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。